外国奉行とは、江戸時代末期における江戸幕府の職名、外交を担当した。1858年、海防係であった井上清次家と岩瀬忠成を全権として、日米修好通商条約の交渉が行われた。条約締結の後海防係は廃止され、代わって外交専門の機構として、外国奉行が設置されることとなり、井上、岩瀬ら5人が任命された。主な仕事は、対外交渉などの実務。人数は不定で、一時期、神奈川奉行を兼任していた。上役は老中であったが、1867年には、これを統括する外国総奉行が設置された。1868年廃止。役高は2000石、1年の給金は200両で、席次は、遠国奉行の上であった。外国奉行の配下には、支配組頭、支配長役、支配長役並、定役、同心といった役職があり、奉行とそれらの配下により、外国方という部局を形成していた。また、外国方の優れた人物で形成される、御所管係という重要機関があり、そこでは、調役、通弁法、翻訳法、書物方といった役職が置かれ、外国からの文書の翻訳、外国との交渉案、外国へ送る文書の文章案の作成などに当たっていた。ただし、奉行のことを法と言い、外国奉行当人を指して、外国方と呼ぶ場合もある。ありがとうございます。